皆さんこんにちは、前田です。いつもチョコチャンネルを見ていただきありがとうございます。さて今日はですね、ここ東京ドームに来ております。鷹の祭典ということで、鷹の祭典 in 東京ドームということになります。試合は6時に開始なんですけれども、今日はですね、実は福岡ソフトバンクホークスにですね、緊急事態が発生ということで、先発予定だった和田剛投手がまずコロナ陽性ということで登板回避、先発が大太郎投手ということになりました。さらには藤井選手、香山選手、グラシアル選手、そうですね、ちょっと数名の選手がですね、新型コロナウイルスに感染というところで、出場選手登録を抹消されてしまいました。緊急事態発生のホークス、本日は大丈夫なのでしょうか。この後九州朝日放送で解説いたします。ちなみにお客様も超満員と、チケットは全て完売ということになっているようですよ。はい、今日はですね、福岡ソフトバンクホークスのスタメンを発表しましょう。1番セカンド三森、2番サードシュート、3番ショート今宮、今季初かな、4番指名打者デスパイネ、5番センター牧原、6番レフト柳町、7番ライト政子、8番ファースト中村晃、9番キャッチャー甲斐、先発ピッチャー大竹耕太郎ということになっています。柳田がスタメンを外れるということなんですけれども、なかなか調子が上がってこないからでしょうかね。試合前のスタメンの発表でした。1塁山口、2塁が山地、大きい足でお送りしてまいります。先発は選手大竹、マリンズロメロです。前田さん、どうも、はい、よろしくお願いします。ダブです。はい、すごいですね。まあ、球場の雰囲気がまずね、かなり盛り上がってますね。本当ですよ。よくみんな来てくれましたね。もうちょっと僕も近くで見たかったですね。前田さんも、ね、はい、スマホでしっかり撮られてますね。はい、はい、さあ、今日のスピードになりました。もうね、完全フォーマス、ペイペイドームと間違えるぐらいの、この真っ白になりましたね。前田さん、はい、まず今日ですね、お伝えしなくてはならないのは、先発が和田投手の予定だったんですが、はい、コロナ感染で急遽大竹投手になりましたね。はい、まあ、大竹がね、まあ、今季初登板、まずは和田が投げれない、ね、投げられないというのはちょっと緊急事態で、ね、まあ、大変なことなんですけれどもね、まあ、大竹からすると、ね、大きなチャンスが回ってきたと、まあ、なので、まあ、大竹からすると本当に大事なマウンドですね。初登板ですからね。はい、まあ、まずアウト一つでしょうね。まあ、今季初登板という緊張感もね、はい、第4球になりました。インコースクロスファイヤーボール、スリーワンです。まあ、今季初登板というところとね、この鷹の祭典のね、第1試合目ですからね。そうですね、まあ、緊張感はね、いつも以上じゃないかなと思いますね。はい、大竹第5球を投げました。初球インコースストライクしました。9回目になっています。今回はファームでは9試合、先発は8試合、1勝1敗、防御率が 3.65 という成績を残しています。実戦は6月22日以来です。第5球になりました。ストレートしました。引っ張った、左にグーンと切れて、たくさん入っている止まっている3点に切れました。ファールボール、スリーアウトとなりません。ファームの6月22日広島戦以来です。この時はリリーフでした。球審は秋村、一塁山口、二塁が山地、三塁が責任審判の有住となっています。前田さん、はい、注目の立ち上がりという話ありましたが、まずいきなり許してしまいました ね、まあ、打ち取っで、まあ、平凡な当たりなんですけどね、これも H のランプとアウトだもん、まるっきりやっぱりね、立ち上がりは違うんでね、詰まってましたけどね、ピッチャー大竹一塁へ牽制球を振っています。まあ、でもロッテも、ね、角中がいきなりこうバントファールになりましたけど、うん、送りバントの構えでやってきたんですよ ね、 そうですね、まあ、先に点が欲しいというところなんでしょうけれども、まあ、ちょっと消極的なイメージは
拭えないですね、はい、第2球を投げました。アウトコーススライダー、今度はバントの構えを見せないボール、ワンボールワンストライクでした。まあ、2番角中末っていきなり初回で先制点が欲しいとはいえ、バントというのはね、あまりこうね、角中がバントをするイメージっていうのはないですよね。まあ、特にまあ首位打者経験者ですからね。ワンエンドワンです。一塁牽制球を振っています。大竹が先頭バッター、この注目の立ち上がり打ち取っていたんですけども、レフトの前に弾んでいます。ノーアウトランナーが一塁、いきなりランナーを背負っています。2番の角中が少し短く持っています。白いバッティングローブ、第3球投げました。打ちました。ファウルバックネット、ワンボールツーストライクです。早めに追い込みました。はい、まあ、まだこう変化球はほとんど投げてないんですよね。まあ、なのでこの変化球をどこで使うのかで、大竹ま特徴のね、チェンジアップですよね、はい、これも左バッターでもやっぱり投げるべきですよね。あ、そうですか。まあ、どうしても外中心、左対左は外中心ということに、ね、なってしまいますけれども、はい、まあ、インサイドにきっちり投げることができれば、詰まりますからね、しっかりね。第4球投げました。インコースに打ちました。三塁側の三塁ファールボールです。左バッターに2割8分7厘とファームでも左バッターに結構打たれてます。そう、これはね、こう、まあ、何度も僕がこう話をさせていただいてるんですけれども、まあ、どうしてもこう外中心ということに。第5球を投げました。ランナースタート、空振りか、空振り三振、空振り三振、ランナーはスタートしていました。キャッチャーは回は2塁に投げることはできませんでした。まあ、外中心、はい、まあ、外中心というところで、まあ、真ん中から外寄りで、インサイドはもう左バッターが捨ててくるというところで、こうインサイドに、あまりたくさん投げれてないと思うんですよね。まあ、なので偏ってしまうとセンターから逆方向、まあ、もちろん2割8分のうちにセンターから逆方向っていうのは非常に、ヒットは多いと思いますね。これも全体的に大竹に限らず、まあ、近年本当にこう左対左というのは、まあ、逆に、左率が、ね、左ピッチャー高くなっているというのは、まあ、僕もどちらかというとそっちのね、そっち側のピッチャーだ。僕もそうでした。まあ、でもそれでも3番の中村、右バッターボックス1球目投げました。高めボール、まあ、本当にある程度技術的なところでしっかり身につけていけば、はい、そこも防げると。なので、ね、まあ、そこを身につけることができれば左もそんなに変わらない左手になると思うんですよね。はい、ここは右バッターボックスの3番中村翔吾、右バッターに対するときは、まあ、クロスファイヤーがあったり、はい、外に落ちるボールを持っていたりとか、幅が広いわけですか。そういうわけですね。まあ、なので、まあ、本当にインサイドも落ちるボールも外に逃げていく球もこれ全部やっぱり駆使できると。右バッターはやっぱり張れないんですよね。先球投げた、打ちました。強い打球は左にファーです、はい、やっぱり山をやっぱり張りづらいというところで、そこで左手というのは変わってくると思うんですよね。本当にこう左対左の場合はどうですかね、やっぱり7割ぐらいは外ですかね。あ、なるほどね、はい、なのでまあ右打者と対戦するときはもう 50% ぐらいになるので、はい、これが、幅が広がるということになりますよね。はい、ワンツーです。第4球投げました。外にチェンジアップ打ちました。ライトの方がライト下がっていく。今日はマサゴ下がりながらボールのカウント、右ランナー奥野はタッチアップからスタートを切っています。ボールは今中継ショート今宮がカット、ランナー荻野は三塁まで進塁、ツーアウトランナーが三塁となっています。最後打ったのはどんなボールですか。打ったのチェンジアップだと思いますね。ようやくチェンジアップですね。まあ、大竹チェンジアップ特徴なんですけど、ドーム球場なので、風の影響をそんなに受けない、まあ、なのでどれぐらいこうもうその時の調子の切れ味っていうのがだから大事になりますよね。これが風の左右を受ける、まあ、ゾゾマリンスタジアムであったりとかすると、はいはいはい、あまり状態が良くなくても結構落ちたり結構抜けたりしてバッターのタイミングが外れたりするんですけど、うん、まあ、本当に今日は大竹の調子が非常に大事になりますよね。さあ1回表マリーンで2アウトランナー3塁、大竹ピンチバッター4番の安田、第9投げたインコースいいですね。まあ、なのである程度こうきっちりね、目を意識させるということが大事なので、はい、4番の安田左バッターボックス、第2球を投げました。またインサイド打ちました。ファール、うん、2球続けたインサイド、ワンエンドワンです。いいですね。まあ、こうなってくるとね、まあ、安田の中でも2打席目以降も、あ、今日はインサイド来るんだという意識が残りますから、はいはい、まあ、それはやっぱり大事ですよね。そうなってくるとやっぱ外はすごく遠く感じるはずなんでね。なるほど、2球目ファ
ファールボールになりまして、バンエンドワン、投球3球目、第3球を投げました。アウトコース、直球ストライク。またその第1打席で厳しい攻めをされると、はい、バッターサイドもその後こう、うん、ずっと残像残ってしまうということもありました。よくね、それは打者も言いますね。まあ、なので1打席目の、まあ、内容ですね、まあ、結果 もそうなんですけど、はい、内容、投球内容、投げるボールっていうのは2打席目以降にものすごく、ね、重要な意味を持つので。ワン、ツー、第4球を投げました。打ちるボール打ちました。セカンド、ライナー、取った、アウト。まあ、今のインサイドの真っすぐで詰まりましたよね、まあ、なので今日はインサイド攻められると安田の頭の中にも残ったと思いますね。でしたね、はい、今日は前田育也さんの解説でもっと勝ちたが KBC ホークスナイター東京ドーム、いや、猛暑に来ました。そうなので、ね、も僕もあんまりね、外には今日出てないですですから。第1球になりました。ストライクです。右バッターボックスは5番のベアー、まあ、土日がまあまあ、 外にいて、かなり日焼けもして、まあ、軽い熱中症みたいなね、いや、危ないですからね、はい。大竹第2球を投げました。アウトコース、チェンジアップ打ちました。うまく拾い上げた、すくった打球はレフト、左中間、真ん中、アマゴン、おぉ、レアードが1球大きく回って、戻っていきます。シングルヒットになりました。左中間、レフトへのヒット、ノーアウトランナーが1塁。大竹が1回について、この2回も先頭バッターを許しています。ノーアウトランナーが1塁。まあ、今のもね、チェンジアップをうまく泳がせたんですけどね、グラブには触れたんですが、柳町ね。惜しかったですね。惜しかったですね。取ってあげたかったですね。はい。気象情報なんですが、今日九州南部、東海、関東甲信地方が梅雨明けしたと見られると発表されました。関東甲信地方では統計開始以来最も早い梅雨明けです。早いですね。0対0です。2回表マリーンズ6番の高部が左バッターボックス、第1球を投げました。バントした、1塁線伏し組み、ボールを取った大竹、くるっと回って1塁送球、1塁ポイント、ベースカバーファースト中村に送球されました。ここは井口監督きっちりと送りバントできました。ワンアウトランナー2塁となっています。丸田さん、はい、最も早い梅雨明けですから当然なんですけど、はい、6月27日でもう梅雨が明けてるって言って、なかなかね、で関東今年の梅雨はですね、はい、雨もね少なかったんですよ。まあ曇りとかね、そういうのあったんですけど、九州福岡もね、ほとんどあの梅雨の感じなかったんですよ。はい、まあよく空梅雨なんて聞きますけどね、本当にあんまりの雨の影響はあまりなかったんですね。今日関東地方で梅雨明けしています。0対0東京ドーム、2回の表マリーンズ、ワンアウトランナーが2塁、バッター7番の山口が右バッターボックスです。ピッチャー大竹、第1球を投げました。アウトコース、スライダー低め、ボール、ワンボールです。スコアリングポジションにランナー背負ってますね。ねえ、まあ、もともとこうね、粘り強さが新庄のピッチャーですよね。だからまあね、三振をバッタバッタ取るわけではないので、まあ、そこはね、こうなんとか粘り強く投げてもらいたいですね。はい、第2球になりました。来ました、ボール、ファールティックが体どこでしょうか、当たったようです、痛そうですが、足でしょうか、ね、あっと股間付近ですかですね、男性特有の、はい、もうこれはね、当たった人にしか分からないですね、はい、そんな感じでしたけど、はい、なんと大丈夫のようです。0対0、2回の表マリーンズ、ワンアウトランナーが2塁、大竹、この2回のピンチ、第3球を投げました。インコース、直球がボール、ボールカウント2ボール、ワンストライクです。前田さん、はい、この大竹の調子を測るバロメーターとすると、どの辺を見ていけばいいでしょうか。まあ、僕は右打者のインサイド、そしてチェンジアップですよね、はい、この2つだと思うんですよね、はい、まあ、でも今日はその立ち上がりに左打者に対してもインサイドは投げているので、そのインサイドのストレート系統のボール、第4球投げた、スライダー低めいっぱい、ストライク、はい、それとこうチェンジアップが低めにどれぐらい集まるかですね、はい、でこれはチェンジアップが低めにしっかり集まっていれば大怪我はそんなにないので、はい、まあ、今日、まあ、大竹はどれぐらい、ね、投げるか分かりませんけれども、まあ、5回6回を、ね、2点3点ぐらいでは、まあ、ゲームを作ってくれるんじゃないかなと思いますよね、まあ、なのでやっぱ低めにとりあえず、ね、集めるというのが大竹の、ね、まあ、特徴ですよね、はい、プレートのやや後方で左足のスパイクの紐を結び直しています。
まあ、もともと本当にね、あの球速はそれとないんですけども、はい、丁寧に両サイド、うん、そして低めに投げ分けていくという、はい、打線で取るタイプですもんね。そうですね、0対0です。とか先制点を与えたくないホークス。2回表マリーンズ、ワンアウトランナー2塁、大竹今シーズン初めての1軍マウンド。第5球を投げました。インコースストレートにしました。ファウル。今のはインサイド突っ込んでいきましたが、まっすぐですね、はい。なのでこう逃げるというよりも本当にこう攻めてる印象はありますね、ここまでね、まあ、なので右打者のインサイドも、まあ、大竹そんなにやっぱり球威がある方ではないので、スピードがある方ではないので、はい、右打者のインサイドって少し怖いんですよ、やっぱり投げ損じをするとどうしても長打になりやすいボールっていうのがあるので。怖さありますか。はい、まあ、でもそれでも結構右バッターのインサイドにストレートも突っ込んでいっているので、ある程度自分の中では調子はいいぞと。5球投げました。インコースボール、厳しいボールでした。なので状態調子、ストレートの調子があまり良くない時っていうのは外外とこう、まあ、逃げがちと言いましょうか、かわしがちになるんですね、はい、でもまっすぐの状態がいい時っていうのはスピードが非常に自分も手応えを感じているので、はい、インコースに、右バッターのインコースにまっすぐをこう攻めていけるんですね、はい。0対0、2回目のマリーンズ、ワンアウトランナー2塁、ピッチャー大竹ピンチ。第7球投げました。アウトコース打ちました。すくい上げた、打ち取った、ショートの後方、レフト前進、柳町見上げている、ボールが落ちて次のファイト。白の天井、まあ、経年劣化でやや黒ずんでいる、灰色がかっているところもたくさんありますけども、まあ、今のも低めのチェンジアップですよね、はい。まあ、なのでしっかりコントロールが、ね、はい、できてますね。得点圏にランナーを背負っています。センター牧原大成がやや定位置より右守備位置を変えました。第1球投げました。アウトコース、スライダー、ストライク。で、前田さん、はい、まあ、右バッターへのお話がありましたけども、この左バッターですね、先ほど1回は安田をしっかりインコースを攻めながらのピッチングでしたけども、はい、うん、ここはどうしたらいいでしょうね。はい、まあ、インサイドを、ね、きっちりここもやっぱ攻めた方がいいですね、はい。まあ、佐藤俊哉も、うん、インサイド打ちました。バットが折れた。ファールボールです。あ、今のもインサイドですね。インサイドですね。まあ、なのでこうインサイドをきっちり投げておけば、こう、まあ、佐藤俊哉も、まあ、センターから逆方向に左対左の場合はもう大体こう、まあ、彼もキャッチャーですから、はい、まあ、その辺ではそういうリードをしてくるだろうという、まあ、予測はある程度、ね、していると思うんで、まあ、特に佐藤俊哉の場合は安田以上にインサイドを見せるともっと効果的だと思いますね。はい、まあ、そうやってそのインコースをしっかり攻めていかないとバッターサイドも踏み込みやすくなってしまうところあるんでしょうか。そうですね、本当にもう偏ってしまうと、うん、少々いいコースでもう踏み込まれるんで、うん、まあ、それで外のきっちりこうギリギリストライクがもう甘めに感じると、バッターからすると、まあ、なのでやっぱりインサイドを見せないとその外の遠くが本当にもう遠く見えないと、近く見えちゃうということでね、さあインサイド攻めて追い込んでいます。ノーボール、ツーストライク、ツーアウトランナー二塁。第3球を投げました。アウトコース、直球、ボール。ボールでワンボール、ツーストライクです。勝負球を間違えないように、やっぱり丁寧には投げてますね。バッテリー、まだ有利な感じですね。まあ、全然そうですね。まあ、でもね、はい、まあ、僕、インサイドをね、もう一つね、思い切ってストレートでもいいと思いますよね。はい、なんで、甘くいかないと、絶対に間違えないインサイドのまっすぐが欲しいですね。第4球になりました。打ちました。ファウル。ちょっと入りましたけどね。はい、まあ、それでもこうインサイドをね、結構キレのあるボールを投げているので、はい、まあ、前には飛ばなかったですよね。やっぱりストレートはここまで良さそうですね。ああ、そうですか。0対0です。2回目でマリーンズの攻撃。2アウトランナー2塁。ランナーはレアードです。左バッターボックスは佐藤。この佐藤を追い込んでいるピッチャー先発。今日1軍初めてのマウンド。大竹豪太郎。ワンツー、第5球を投げました。インコース、締め、ボール。ここでまたインサイドを突っ込んでいきました。2円2となっています。いいですね。本当にこうインサイドをね、かなり多投してますね。ですね。今日は大竹、左バッターのインコース、非常に割合としても、かなり締めています。これラストボール、長打をどう考えたらいいでしょうね。まあ、あの、欲しがらないことですね。まあ、僕は欲しがらない。ストライク欲しがらない。やっぱりまっすぐインサイドで僕はいいと思いますけどね。第6球の打ちました。お湯でバッティングは1塁線、このファールボールになりました。スライダーですかね、今のは、ね。スライダーですか。ちょっとタイミングをね、はい、外していこうというボールだったんですが、なんとか当ててきたのは佐藤俊哉。2ボール2ストライクです。大
こうなるとどうですか、前田さんならどんな攻めがいいと思われますか。まあ、結構インサイドやっぱり使ってきているので、はい、もう下位からするとインサイドはかなり見せたんで、まあ、外に落としていってもいいかなと、はい。まあ、逆にインサイドのチェンジアップとかも面白いですけどね、インサイドのチェンジアップ、はい、どうですか。あんまり効かないですね。そう、左バッターの時、左投手で、まあ、チェンジアップ系統のボールを投げる投手っていうのは、結構インサイドでそのチェンジアップって少ない、割合が少ないんで、その少ないところを第7球の打ちました。セカンドゴロ、セカンド下がってボールをガッツリ胸で押さえるように取った緑が次に掃除していく、アウト、スリーアウト、1回について2回も忍びました大竹。最後はスライダーですかね、ちょっとカットボールなのか、ちょっと外に逃げていくようなボールですね、まあ、インサイドが効いているので外がちょっと遠くなりましたね、はい。今日の大竹、今日初めて、今シーズン初めてのマウンドですが、バッターのインサイドを果敢に攻めています。ホークス対マリーンズ、ゲームは2回の表が終了しています。0対0です。2回表おりました。ホークス先発大竹、1回2回と、粘って0点です。はい、先頭バッターを出すと、ちょっと苦しいですね。どうしてもこう先ほどもちょっと言ったんですけれども、はい、先頭打者を出すことには出そうと思って出しているわけではないんですけど、まあ、やっぱり精神的、スタミナというものが、まあ、かなり奪われてきてしまうと、で出してしまうと藤本監督もそろそろ、ね、動かないといけないかなと。1球を投げました。アウトコース、いや、ね、まあ、そこでやっぱブルペンは動き出すと思うんですよね、まあ、なのでまあ大竹からしたら、ね、まあ5回は最低でもやっぱり投げ切りたいと、先発としての、ね、はい、まあ、責任のイニング、ある程度、ね、まあ、最低限責任のイニングというところは大竹も理解していると思うので、なんとか5回は投げ切ってもらいたいですよね、でまあ、本人が一番そう思っているでしょうね、まあ、前田さん先ほど話ありますけども、はい、大竹とすると次もまたチャンスを使うためにも、はい、これ以上の失点はいけないという、はい、内容で終えなきゃいけない。そう、そうなんですよ、はい、なので、ね、まあ、もう失点よりももうヒットもフォアボールもダメだというぐらいの、はい、勢いがあとインコースでキャッチャー攻撃それません。ランナーもちろんスタートしている。インコースで高め、冒頭ワイルドピッチです。今の前田さんどうしましたか。今何か変化球ですかね、まあ、スライダーなのかカーブなのかちょっと抜けたようですね。さすがにこういう球はほとんどなかったですよね。はい、だいぶ抜けました。はい、なのでこういうボールを、まあ、ベンチは見せられてしまうと、まあ、誰かから行くよというような電話がブルペンになってるんじゃないかなと思いますよね。まあ、得点圏でノーアウトですからね、はい、まあ、次の、ね、まあ、4点でも大きいんですけど、まあ、5点目となるとさらに、まあ、攻撃陣は、ね、厳しくなってくるんでね、はい、当然ですがホークスとしますもうこれ以上の失点は避けたいイニングです。4対0マリーンズリード。5回の表ノーアウトランナー2塁、ヒットとワイルドピッチ、ランナーが2塁、バッターは角中、左バッターボックス、第3球を投げました。ストレートボールです。ボールカウント2ボール1ストライクになりました。まあ、4点と4点リードされている、まあ、ロッテからすると、ね、まあ、角中先ほど、ね、こうバントをしましたけど、まあ、4点あるのでもうここはバントはないので、ロッテからするともう、ね、打つだけというところですからね、はい、大竹今シーズンファームでは最多の球数が117球です。4月6日広島戦第3球打ちました。やっぱり込んでいきましたがライトへのファールボールに落ちるんです。まあ、角中もそれは仕事、ね、ノーアウト二塁の仕事というのは分かっているでしょうからね、はい、まあ、とにかく引っ張って最低でも進塁だと。大竹第5球投げた、打ちました、打ち上げました、これも引っ張ってやろうというスイングでしたね。まあ、引っ張る気満々の本当に引っ張りですね、角中ね、こういうバッターに対してピッチャーというか、まあ、当然引っ張られたくないじゃないですか、はい、どういうこと考えますか。まあ、外目がやっぱ中心になると思うんですよね、まあ、なので外の低めよりも逆に、ね、はい、フライアウトの方がいいかなと。だからレフト方向に打ってほしいなと、あ、はい、いうふうには僕は考えてましたね、はい、10円2角中に大竹第6球を投げました、打ちました、打ち上げたが角中を超えてファールです。ファール
レフト方向にフライを打たせる、はい、なので、外目の少し高めですよね、はい、でこれでレフト方向にというのは、まあ、僕も、ね、よくやってましたね。あ、まあ、もちろんそれがレフト前ヒットになることもあれば、ね、まあ、サードゴロになったりすることもあるし、まあ、とにかく逆の方になんとかフライを上げてほしいなと思っては投げてましたね。そうですか、はい、4回でマリオンズリード、第7球内タグしました。ピッチャー返し、セカンド左、ゴールが転がって破っていった、センター前一歩、ランナー打球に受け確認してスタート、荻野は三塁止まっています。角中がしぶとくつなぎました。センター前一歩、ノーアウトランナーが三塁一塁。そしてここで判断しますか、まあ、ここで交代ですかね。藤本監督出ます。球審の秋村さんにピッチャーの交代を告げているようです。で今日はですね、はい、まあ、先ほどもお伝えしましたが、コロナで、まあ、陽性という判定が出ましたので、和田、藤井光也、香山、まあ、このあたりピッチャーでは登録を抹消されています。野手ではグラシアル、野村勇もコロナで抹消、正木は陰性判定なんですが抹消が発表されています。まあ、ですから今日はブルペン入っているピッチャーがですね、うん、この人は少ないんですけども、はい、そうですね、まあ、なのであと5イニングですけどね、まあ、4回3分の0なので、まあ、リリーフはね、まあ、ここからは、ね、もうこれ以上の失点はやっぱ許されない、まあ、でもノーアウト1塁3塁も3塁ランナーは、はい、もうまあ返してしまうのはもう致し方がないかなというところですね。まあ、なのでこの1塁ランナーの角中はもう返さないと。でまあ、松本裕樹の場合はロングリリーフもいけるので、まあ、なんとか松本にはある程度ね、2イニング、ね、3イニングぐらいは、まあ、頑張ってもらうしかないですね。まあ、今日は大量に優勝判定が出たというニュースをお伝えしましたけども、7人しかいない状態で、しかも加山がいませんので左ピッチャーは1人も入っておりません。そういう中で2人目松本がマウンドに上がっています。前田さん、はい、大竹の振り返っていただけますか。うん、まあ、立ち上がりの、ね、1回、2回と、はい、まあ、ここはストレートを、ね、しっかり左バッターに対しても、ね、投げ込むことができていたと、まあ、それでも先頭打者を出して、ね、いたので、まあ、そこで、まあ、多少、まあ、1軍の、ね、マウンドも久しぶりという、まあ、久しぶりというか、まあ、今季初でしたので、まあ、そこではまあ、かなりの緊張感と先頭打者を出したことによっての、まあ、投げるスタミナと精神的スタミナ、まあ、目に、ね、そんなに見えないんですけれども、その3回に、まあ、その、ね、奪われたものが、ロッテに捕まえられたポイントではないかなというふうには思いますよね。それがまあ僕もちょっと言ったんですけど、はい、ね、フォアボールが挟むと1点が2点に、2点が3点になるという話はたまにさせてもらうんですけど、はい、やっぱり3点が4点になりましたよね。フォアボールのランナーがやっぱり1人帰ってするので、これは3点と4点っていうのは、まあ、前半ですから全然違うんですよね。4点っていうのはやっぱりダメージが大きかったですね。ショートとセカンドも下がってます、ね、下がってますね。もうこれ5点目のランナー荻野は仕方がないというポジショニングですね。でまあ、ということは、まあ、1点やるからゲッツーくれと、いうことなんですよね、これね。まあ、内容的には、まあ、結果ですね、結果がそうなってくれると、まだまだ、はい、1球になりました、アウトロー、直球ストライク、はい、まあ、ホークスの、ね、攻撃も、ね、しっかりまだまだチャンスは、ね、作れるということの、ね、打撃陣への信頼感ということですからね、これね。4対0、マリーンズがリードしています。5回の表、ノーアウトランナーが3塁1塁、バッター3番の中村、ショート、セカンドは下がっています。ピッチャー松本、第3球を投げました。アウトコース空振り、ワンボールツーストライクです。松本裕樹は14試合目の登板です。2勝0敗、コールドポイント2つ、防御率が 3.54 です。現在自身4試合連続失点中、6月24日の日本ハム戦以来の登板になっています。ピッチャー松本、ショートとセカンドは下がっています。ノーアウト3塁1塁、ワンツー、第4球を投げました。ファーストランナースタート、投球ボール、キャッチャー投げられません、2塁盗塁成功、走ってきました。うん、まあ、こうなると前を守るのかな、前に来るということになりますか。そうですね、まあ、ゴロゲッツが考えづらいということなので前に来ましたね。そうですね、
状況がノーアウト三塁二塁となって、ショート今宮、セカンド三森がいずれも前に来ました。バックホーム体制を敷きます。4対0リードしているのはマリーンズ。5回の表マリーンズの攻撃、まだノーアウトランナーが三塁二塁。3番の中村、チャイドバットをくるくると回して立てます。ピッチャー松本、救急第5球を投げました。アウトコースにしました。ファウルになりました。まあここは前田さん、はい、やっぱり4点ビハインドですから、なんとすると内野ぐらいもできれば打たせたくないですね。まあね、贅沢を言えばね、ここ0点で終わりたいですよね。まあ当然0点で終わった方が、ね、まあ、攻撃チームは、ね、5点よりも4点の方が追いつきやすいわけでね、はい、なので、まあ、松本からしてもすごく重要ですよね。まあ、逆にこう、ね、5点目6点となるとね、やっぱりしんどいですよね、かなりね。2ボール2ストライクです。今季6球目、松本第6球を投げました。アウトコース高め、ボールカウントになりました。外野フライもダメってことになりますと、前田さん、はい、当然三振ですね。三振です。ノーアウト2塁3塁、そうも三振ですね、理想ですけどね、まあ 3-2 ですから、まあ一つ一塁が空いてノーアウト満塁、まあもちろん守りやすいという利点もあるので、簡単にストライク行くんじゃなくて、ストライクからボールになるスライダーで空振り三振が目標。球団から打ちました。一発ライダー、ライダー線ライダー伸びていく、フェアかファールか、ファール、ファールです。ファールです。危ないですね。危ないね。やっぱり投げたのはスライダーですけど、スライダーがストライクからボールになれば凡打ないし三振っていうのもあったんですけど、まあ甘い甘いスライダーが来ました。危険なボールでしたね。レフト線ラインのわずかに、もうどうですか前田さん、数センチ、もう数センチ、まあボール1個分あるかないかぐらいじゃないですかね。あのテニスの中継なんかでね、よくある、はいはいはい、オンラインかそうじゃないかというね、あの判定の機械で見たら本当にギリギリかなっていうぐらいのね、ギリギリですね。そんな感じですけどもね、ファールでした。フルカウントです。4対0マリーンズリード。5回の表ノーアウトランナー3塁2塁、内野バックホーム体制、もう1点も与えたくないホークス。フルカウント、松本第8球を投げました。ストレートを打ちました。詰まったファースト後方右に切れます。エキサイトシートの後方一塁側の内野ファールボールになりました。もう本当に1塁入ります。東京ドームです。でまあ、東京ドームは特にこう、ね、屋根がついてますので、フライ上がると意外に伸びやすい。伸びるんですここ。そうですか、ピッチャー松本フルカウント第9球を投げました。落とした、空振り三振、まずワンアウト、まずは1人打ち取った。最後フォークボールですね。ストライクからボールになる球ですよね。これやっぱり勇気のいる球なんですよね。一つ間違ったらやっぱりフォアボールなんだよね。まあ、あのいいところにこうコントロールできましたね、まずワンアウトを取りました松本。ワンアウトランナー三塁二塁となっています。さあそして前田さん、先ほど3回に先制打を許した4番の安田が入りますけど、ね、まあ、安田もね、気分よくマウン、打席にね、入ってるでしょうからね、まあ、積極的にやっぱり打ってくると思うので、ある程度勝負、ね、ストライクゾーンないんで、あれ勝負するんであれば、もう全て勝負球と、左バッターボックス4番の安田、第1球を投げました。打ちました。ファール、初球からやっぱり打ってきます、なので、まあ、ファールを取りに行く全力投球が1球ですよね。なので松本からしても今の1球はもう、勝負球ですよね。だからきっちりボールにするところはボールにすると、で、まあ、これでストライクをでカウントを整えようとかいうのはもうここはもうなしです、なしです、ワンアウトランナーが三塁二塁、バッター4番の安田、今日タイムリーヒット、先制打を打っています。ピッチャー松本、苦しい場面が続いています。初球ファールから投球2球目、第2球を投げました。直球インサイド、ストライク、追い込んでいます、まあ、ここで最速の150が出ました。150キロ出ました、まあ、かなり腕は振ってますね、まず追い込むことには成功しました。キャッチャーの構えより少し、まあ、甘めですよね。甘めに入ったんですけど、まあ、これ、まあ、全力投球で行く場合に、ちょっと恐れなきゃいけないのはコントロールのブレですよね。ブレですか。145前後ぐらいであればある程度制球できるんですけど、ピッチャー松本第3球を投げました。アウトコース、直球フォーク、
全力投球をやると若干ブレるっていうのはこれも人みんなそうです。ピッチャーみんなそうです。あ、そうですか、はい、難しいですね。難しいんですよね、うん、でもかといってね、まあ、ね、ある程度コントロールの間違えないように手投げる投球フォームと、ね、それでまあ全力で、まあ、もちろん全力なんですけど、全力の中のもう一個全力っていうのがピッチャーにあって、はい、4球を投げました。インコース高めボール、っていうのがあるので、そこのやっぱりね、使い方って難しい部分があるんですよね。特にこの場面っていうのはもう追加点を取られたら終わりなので、追加点を取られないためにどっちを選択するのかと、全力で投げれば絶対打たれないのかっていうと、そういうわけではないので、はい、まあ、結果としてフライであったり空振りであるってことはもちろん可能性としてはあるんですけど、はい、きっちりコントロールが大事なのか、それとも全力投球で 100% のその上で行くのかっていうのは難しい選択の場面。第5球を投げました。打ちました。カラス。セカンドライナー。センターアウト。捉えられた。セカンドライナーでした。セカンドライナーでした。ノーアウトランナー二塁三塁が、ツーアウトランナー二塁三塁となっています。ジャンプ一番セカンドライナーですよね、まあ、今のもね、勝負にいったフォークボールですよね、まあ、フォークボールが甘かったんですけど、まあ、結果が全てですからね、ここはね、はい、さあ1年去ってまた怖いバッターが出てきます。3回に12号スリーランを打ったレアード、ね、安田も、ね、気分よく入ってたでしょうけど、レアードはもっと気分よく、ね、打席に入ってるでしょうからね。幕張の寿司職人が来た松本、このイニングは大仕事、大ピンチでマウンド上がっています。第1球を投げました。ストレート、アウトコース、ストライク。はい、はい、まあ、全力のさらにもう一つ上を続けてますね、安田の時から。全力のさらに上があるんですか。上があります、はい、初めて聞きました、ね、それなんだって言われると、ちょっと凡人には分かりません。なんて答えたらいいのか、まあ、よく人間の持ってるこうポテンシャルみたいな、ね、こう潜在能力みたいなのってあるんですけど、アドレナリンが一つ上がるともう一個出るんですよ。もう一個、第2球を投げました。なので、じゃあいつも出せよって言われるかもしれないんですけど、これは続けられないんです。体が壊れてしまうんです。はい、で今この松本は全力のさらに上を行ってます。一つ上を行ってます。はい、行ってます。そうなんです。3追い込んだ。4対0マリーンズリード。5回表大ピンチの放置しのげるかどうか。ノーアウトランナー3塁2塁。ピッチャー松本、バッターレアード、今日ホームラン打っています。追い込んでいる松本、第3球を投げました。高め打ちました。打ち上げた、打ち取ったファースト中村前に来る。ファールゾーン構えた、取った、アウト。よく踏ん張りました。ノーアウト2塁3塁0点。初の東京ドーム、松本が大ピンチでマウンドに上がって全力のその向こうを出し切りました。スリーアウトを奪っています。東北対マリーンズ12対0をお送りしています。5回の表が終了しました。4対0マリーンズがリードしています。5回の表終わりました。ノーアウト2塁3塁を、大竹をリリーフした松本裕樹がノーアウト2塁3塁のピンチを0点で抑えました。これから5回の裏ホークスの攻撃に入るんですが、まだまだ分からなくなってきました。角度もあります。このまっすぐをなんとか仕留めたいホークス打線。5対0追うホークスの攻撃。8回の裏、野村大地と中村明がヒットを打ちました。その後海野が凡退、ワンアウトランナーが2塁1塁。1番の三森が左バッターボックス。ピッチャーゲレーロ、ようやくここは時間をかけて3が決まった。第2球を投げました。ストレート、アウトコースでボール。ワンエンドワンです。球の質としては前田さん、何かこう重そうだなって思うんですけど、はい、どうでしょう。まあ、ロメロ同様、ロメロよりも全然早いんですけど、やっぱりボールは動いてますね。あ、そうですか、動きますか、はい。コロンビア出身のゲレーロ、左バッターボックスは三森、バッティング好調。ワンエンドワン、第3球を投げました。ストレート、空振り。157キロ。ちょっと甘いボールですけど、ね、それだけやっぱスピードですよね。やっぱりボールが速いということですね。はい、今シーズンの
奪三振率がゲレーロ 12.04 です。左バッターボックス、ミオリが追い込まれています。ただバッテリーの状態は上向き、ここ5試合が10連打数8安打、打率5割をマークしています。5対0、ビハインドのホークス。第4球内から打ちました。カットしてファールボールになりました。三塁側のサンド、まっすぐですね。まあそうですね、まあ160近いボールですから、甘いからじゃあね打てるのかというと、はい、その辺の140、145キロぐらいのボールとやっぱりわけが違います、ね、違いますか。なかなか捉えるのは難しいボールですね。センター高部やや左中間より、ワンアウト二塁一塁、バッター三森、ピッチャーゲレーロ、ワンツー。第5球を投げました、落とした、打ちました、ここ出した、逆方向。最近の今にこの逆方向へのヒットがよく飛び出すんですが、今のは前田さん、何かこう、低めの難しいボール、合わせましたか。合わせましたね、なんとかこうバットに乗せた形でしたね。内野陣が一旦集まります。トラーズはシュート。今日はホークス柳田がスタメンを外れていまして、柳田をどこでカードを切ってくるのか、はい、このあたりも一つ注目なんですが、一振りで、ね、同点逆転の場面で、ね、柳田というところは、ね、十分考えられますね。まあ、今日のシュートが先発ターボックスに入ります。まあ、4点はやっぱり大きかったですね。まあ、これが、ね、1点2点ということであれば、ね、まあ、打つ方も、ね、こうなんとかとなるんですけど、はい、ちょっと1イニングなので4点は、ね、やっぱダメージ大きいんですよ。3回ですね。ですね。まあ、あの3回の4点があまりにも重い失点になったんですけども、はい、振り返りますと前田さん、大竹が、はい、まずあの安田に第1打席インコースをしっかり攻めていたにもかかわらず、甘く入って打たれてます。1点を転倒してしまった。そう、まあ、1点は仕方がないよねという場面まで行ったんでね、でそこで、いや、あの1点はね、ツーアウトまで行ったので、もう一踏ん張りのとこだったんですよ。はい、そうでした。はい。なので、その投げ損じですよね。まあ、ピッチャーだから投げ損じはあるんですけど、ここでもう一つこう、ね、しっかり、次回大竹が登板する機会があるのであれば、そのツーアウトまで行った時のその投げ損じをもう一つ、ボールでもいいや。一塁ベース空いてるよね。っていうところを少し、考えると甘めに入らないんじゃないかなというのはそういう感じはするんですよ、僕の中では。でもこれね、僕も現役を辞めたから気づいたというところがある。これ現役時代意外に気づかないことがね多いんですよ、やっているプレイヤーのことが。はい、そうですか。そうなんですよ、投げ損じってあるんですよ。僕もやってて投げ損じがもったいなっていうのはもう正直何回もありますけど、やめて気づくっていうのはやっぱりここはピッチングコーチの森山さんであったり、そういったところで その最新の注意を払わなきゃいけないところのポイントをやっぱり抑えるというか、バッターを抑えるってことであって、そういうポイントっていうのをしっかり知っておくことでもう少し失点が減らせるんじゃないかなと思うんですよね。前田さんもご指摘をされていましたけども、はい、結局あの3回の失点を振り返りますと、レアードの、ね、あのホームランもちろん打たれたらいけない痛いんですけども、はい、結局その前のその荻野に与えたフォアボールなども、うん、結局あのフォアボールも失点に絡んでしまった。そう、あの流れを考えると非常に痛いフォアボールでしたよね。そうですよね。なのでそのフォアボールっていうのはやっぱり得点が1点で済むところであり、2点そのフォアボールの、出すことによって1点が2点、2点が3点という結果になってしまうので、やっぱり痛いなと。で9回の高橋礼も先頭打者フォアボール、その先頭打者フォアボールのランナーが得点に絡んだ、絡みましたね。なんでフォアボールのランナーが絡むとものすごくチームにはダメージが残る。はい、今の打線なんですが、前田さん、
ロメロ良かったですね。良かったですね。もうこれはもう今日はロメロが良かったというところは褒め相手を褒めるしかないかなと。まあ本当にもう球数も少なくね、まっすぐにしてもチェンジアップツーシームでスライダーと、非常にこううまくまとめられた、投げられた、抑えられたという感じでしたね。はい。さて明日の予告先発です。ベルナドーム西武が松本、日本ハム上原。さて本日高の祭典ですね、ホークス敗れましたんですけれども、これから高の祭典のイベントですね。イベントでます。まだまだお客様たくさん残ってます。メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、それを図ってこういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。